ローレンスバーグは、アメリカ合衆国ケンタッキー州アンダーソン郡の都市で、ある。人口は2000年の国勢調査で9014人で、ある。アンダーソン郡の郡都である。アメリカ合衆国国勢調査局によると、総面積は9.6キロ平方メートルである。2000年現在で9014人が住み、3545世帯、2524家族が市内に住んでいた。 人口密度は1平方キロメートルあたり938.1人であった。平均で1平方キロメートルあたり388.5人に月3733個あった。市内の人種分布は94.3%が白人、4.10%がアフリカ系、0.17%が先住民、0.17%がアジア系。 0.01%が太平洋諸島系0.27%がその他0.99%が根結であったヒスパニック系は人口の1.11%であった3545世帯のうち37.5%が同居する18歳未満の子供のいる世帯55.1%が同居する配偶者のいる世帯12.4%が 未婚女性の世帯28.8%が独身世帯であった。全世帯の24.5%が単身者の世帯で10.8%が65歳以上の独居老人世帯であった。世帯の平均人数は2.51人で、家族あたりの人数は3.00人であった。市内の人口は18歳未満が27.5%、 18歳から24歳が8.5%、25歳から44歳が32.1%、45歳から64歳が19.3%、65歳以上が12.6%増加した。中間年齢は33歳であった。女性100人につき男性は88.2人であった。 18歳以上の女性100人につき男性は82.9人であった。市内の世帯の中間的な所得は41,329ドルで、家族の中間的な所得は47,455ドルであった。男性の中間的な収入が31,959ドルなのに、対して女性は24,621ドルであった。市民一人当たりの収入は、 17,810ドルであった。約6.0%の家庭でかつ人口8.6%に当たる人々が18歳未満の11.0%と65歳以上の8.5%を含め貧困線を下回っていた。ありがとうございます。